こんにちは、日課チャンネルのマッスーです。名古屋市立上井田保育園の DIY 大作戦、日よけシェードの0円リフォームを行うことになりました。リクシルと日課ホーム協賛で保育園にスタイルシェードを11基寄贈します。本日は取り付け前の下見で保育園にお邪魔しました。園長先生と一緒に早速現場を見てみます。リフォームするのはこちらの日よけです。しかしこちらの古い日よけ、問題を抱えていました。引っ張って、で、ここをこう同時にこうもう錆びてるんで、あ、それで行きましたよ、今ちょっと。サポートがないと動かないじゃないですか。そうなんです。だから、あ、そうです、そんな感じです。あれを、脚立を持ってきてやったりするんですけど、行きましたね、ここで。まあ、こんな感じで行きました。結構大人数でやらないとちょっとしんどいですね、これは。手痛いし。しんどいんです、ね。場所によっては本当にぶら下がるくらい力入れないといこれじゃあまだマシな、ね。マシな方だと思います。だからその辺はぶら下がるくらいの勢い。マシでも結構痛いですね、これ。痛いですね。重いです、めっちゃ。めちゃくちゃ重かったです。女性には厳しいです。できなくないですけど、ちょっと毎日ってなると厳しいです。夏も暑いですし。だからこの面をお願いしたいんです、うん、2.6 1540 15401020 1020は5210 52525260だっけ。18203つ行きたかったんだけど、はい、今の寸法的に5210入らんねえ。砂袋を持ってしまうので、この辺にこうなんか砂の袋がボンってきても、それはやらない時は、はい、この砂袋は片付けれる。ただ20キロとかかかりました。結構その女性だとそうですね。ちょっとフックの方がいい。ただフックがここについちゃうと、それはそれで危ないですよね。上だとそうですね。まあ見た目もですし、はい、あの作業の大変さとか、だからどうしてもここをやっていただきたくて、なのでみんな喜んでます。だけど思った以上に、なんか普通の縄みたいなやつで、うん、あ、ね、引っ張るときやってたんで、うん、思ってる以上に痛かったし、うん、手に食い込むんで、ロープだとギューって引っ張るときに食い込んで痛いんで、そのスタイルシェードにすると、うん、引っ掛けるだけになるんで、うん、だいぶ楽になります、うん、かなり見た目もいいし、うん、まあだって今度はちゃんとね、紫外線とかも、うん、あ、そうだね。あの布自体もね、なんかね、あの布より多分新しいリクシルの布の方が多分日よけは効果が高いと思うし。お昼寝があるのいいなって思いました。お昼寝、わ、お昼寝2時間と思って。大事ですよ。大事。社会人もするべきです。そうだね。絶対。ニカホーム導入してほしいです、ね。新しい試みで。